は、まあ、整体と体幹トレーニングっていう2つが根底にあるんですけど、不調になる原因を突き詰めていくと、動いていない、もしくは動きすぎている、動き方が間違っているっていうところがあるので、整体とかで治療したとします。でも動き方が間違っていれば結局戻っちゃう。根本的に何かアプローチできる方法ないのって時に、体の基礎動き作り、そっちの方に目を向けてたわけですね。不調がある場合っていうのは動きのパターンが崩れている。パターンが崩れたまま運動をさせても悪化させるだけなので、施術をするっていうのは体を元の状態、本来の状態に戻して、正しい動作パターンがしやすい状態にする。そうしないと、いくらこっちがこういうふうに動かすんですよっていう指導をしたとしても、体もそういうふうに動かないので、それを 100% に近い確率で体に正しい動作パターンを思い出させるために整える。だから施術が先に来ます。あとは動きを作るっていうためのトレーニングになってきます。トレーニングっていうと、まあ、筋肉をつけるとかね、イメージがあると思うんですけども、うちがやっているトレーニングは要は動きの学習です。動くってことは重心移動になるので、姿勢が崩れてたら重心取れませんので、しゃがむ、立つ、押す、引く、手を上げる、下ろす、そういう基本の動作をやっています。手術をしてもらってる間に体が温まって軽くなっていく感じがして楽になりました。トレーニングはインナーマッスルに効いてきてるなっていうのがじわ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 きて、今まで間違った重心をしてたんだなと思いました。喋りやすい方だなと思って、でなおかつ親身になって教えてくれるんで通いたいなと思いました。左側の足に感覚の鈍さがあって暮らしてた女性が、手すりとかを持たずに普通に階段の上り下りができるようになったし、そういう場面に遭遇すると、あ、やっぱやってよかったな、そういう気持ちにはなります。